続いてあいつこんなこと言ってましたリターンズ。テレビラジオ雑誌ブログツイッターなど有名人が調子をぶっこいて話していたことチクってもらいます。ラジオネームブラザーフットオブスティール。有吉さん、あ、これまたジョジョの話ですね。有吉さん、先日ジョジョの奇妙な冒険実写映画を務めるキャストが発表された際に、ネットに潜むオタク、童貞、ハゲ、デブ、腐女子、絵描き、コスプレイヤー、ブス、バカおよび社会に何にも貢献していないその他のクズが最悪のキャスト、原作無視かよ、再現できるわけない、テラフォーマーズ監督した三池かよ、やれやれだぜとか揃いも揃ってほざいてやがりました。まだ言ってるかバカ、毎度毎度飽きねえなまったく。普段は二次元キャラの誕生日祝ったり、ブスのくせに二次元キャラの格好したり、二次元キャラでしこってやがるくせして、今さら三次元にクレーム入れてんじゃねえよ。大衆を楽しませるために毎日切磋琢磨してる映画業界と真逆に位置するクソダメでパソコンにかじりついてるてめえらに発言する権利があるわけねえんだよ。漫画原作のキャラ演じるために生まれた山崎賢人と神木隆之介、ジョスター家特有の体型を再現できるのは伊勢祐介だけ、拷問、闇金、黒ひげ俳優の山田孝之、見るたびに体型が違うカメラマン女優の水木有りさ、どう見ても最高のキャストじゃねえか。ついでにかつては超バイオレンス映画で本領発揮してた和製タランティーノこと三池崇史監督が撮るんならネズミのニコゴリも完璧に再現してくれるだろうし、願ったり叶ったりだろうが、それでも文句あんなら薄暗いダニだらけの部屋でな、この世界から実写映画がなくなりますようにって死ぬまで祈ってるブス。ありますね、熱がありますね。どうしたのそんなニュースないかなと思うんですよね。なんだね、でも応援してる。僕なんかでジョジョめちゃめちゃ好きなんですよ。めちゃめちゃ好きですけど、別に実写化に関して別に何にも文句はないですね。自分の中でベストはありますよね。全然ないけどな、難しいね。まあでもいいんでしょ、賛否両論ってやつでしょ。いやでも見に行く人はいるしっていうことでしょ。さあ、ラジオネームベネットは静かに暮らした。有吉さん、映像分解の冒涜こと坂口杏里改め杏里の AV デビュー作品「What's the Day」が10月1日無敵から発売されました。私はこの AV を命を削る格好でチェックさせていただきました。とりあえず一言、なんて乳首だ遠目に見ても分かるぐらいの超ロングサイズじゃねえかよ。どっちかっていうと元芸能人っていうよりデリヘル10年目の選手の乳首だろう。オファー出してくれた無敵さんに足向けて眠れねえぞていうか、この乳首って小峠喋ってるわけだよな。ということはまさか、おい小峠、お前前戯の時バキュームかましすぎだろおかげで元カノの乳首大変なことになってんじゃねえかよ。全国の風俗嬢の皆さん、ハイパーバキュームクソ坊主小峠エイジにくれぐれもご注意ください。あなたの乳首は危険にされています。ストップ小峠。すごいな、関係ないからね、もうかわいそうに。三平。有吉さん、ガラパゴス諸島に生息するエスパニョーラゾウガメをご存知でしょうか。50年前にはオス2匹メス12匹まで個体数が激減したそうですが、ディエゴという名の100歳オーバーのオスガメが6匹のメスと交尾しまくって800匹もの子孫を作り、絶滅の危機から救ったそうです。すげえ、ディエゴお前クソエロいな。ミノモンタみてえの面しやがって、まさか女子ガメのケツアって番組降板したんじゃねえだろうな。お前の血を受け継いだ子ガメたちも全員立派なエロガメだから絶滅の心配ないだろうけどな。次男坊の手癖の悪さにだけはマジ注意しとけよ。あいつ路上で寝てるカメリーマンから財布盗むぞ。セックスもいいけど息子の教育もしっかりな。長生きしろよエロじじい。すごいね、カメもね。こんなことあるんだね。800匹作るってすごいね。それはなかなかできるんだ、そういうの。ラジオネームブラザーフットボスティール。有吉さん、パブロ・ピカソ作「ゲルニカ」こと藤田ニコルの顔面ビチグソフト笑いがツイッターにてこんなこと言ってがりました。最近テレビ出るたび顔変わったって言われるけど整形してないからな。それに対して数少ないファンたちは、整形してたら気づくよ、元から可愛いけど日に日に可愛くなってるよ、本当に大人っぽくなった、努力した証拠とフォロー。ブス同士が絆め合って涙出るな。おい、毒もに毛が生えたてめえなんかが整形疑惑で持ち上げられるわけねえしな。前と変わらずパプアニューギニアにいる部族の戦闘用の仮面みてえの面してんじゃねえかよ。安心しろそもそも熱狂的なファンの目ん玉なんて節穴に決まってんだから、そんな狭い世界の意見なんて求めんじゃねえ、もっと視野広げろ。ちょっと待てよ、最初から目が離れてんじゃねえか。やめさせてもらうわ。ラジオネームダッヒー、有吉さん働く者の味方ゲスナーの敵こと日経新聞にマラソンとベストな心拍数に関してこんなことが書かれていました、はい、日常的にトレーニング積んでいる人なら205から 0.5 かける年齢を引いた数値、運動を習慣的にしてない人は210から 0.8 かける年齢を引いた数値が目安となる。それでも個人差があり運動後20秒以内に脈拍を10秒測りその数値を6倍にして10を加えれば割り出せる。おい日経数字多くて何言ってか分かんねえよその通りですね。マラソンは根性なんだよもっと楽に金稼げる仕事とか書けバカ難しいね数字で。確かに面倒くさいね。分かんないですね。野地さんメモすんのやめてちゃんとメモしてますね今の数字。マラソンっていうとねついそうですよね。ラジオネーム先走りガジル、とても興味深いニュースがありましたので報告をいたします。パリのブリュノ・ジュリアール副首相は近い将来ヌーディストのための公園を市内に開園する計画であることを明らかにした。早ければ来年夏開園予定だそうです。これは朗報です。おちんちんヌーディストの私もこの公園なら防犯ブザーに怯えることなくおちんちんをヌーディストできます。でもパリは遠くていきません。そこで小池百合子都知事、都内の公園大きくなくても大丈夫です。小さな森と芝生の丘のある公園をヌーディストに開放してくださいこういうのっていつも思うけど、そのヌーディストビーチとかもあれ別に普通の人も裸にならいけんのかね。いけるよね多分ね。全員が裸になればっていうことはこの公園も何でもないのに行くしているんだろうな。まあでもヌーディストにとってみりゃそれでいいんだよね。別にそれ見られてもねこっちの見方にすればいいんだからね。昔はいいなとヌーディストビーチ行きてえなと思ったけど今そんな行きたいと思わないねなぜか。まあそうですね。恥ずかしいですねやっぱね。恥ずかしい。はい、恥ずかしい。見られるのか見られるのがとかいうかその感じがね。いつも服着てるのに裸で登場っていうのがちょっとやっぱり裸で登場っつってもみんな裸だからまあ銭湯みたいなもんだからねいわゆる気持ち的には日焼けしたり全員がこうビーチベッドで寝たりするっていう。今ヌーディストビーチの説明しないでそれは知ってるからみんなの共通認識の中ではい今気持ちの問題言ってるからすいませんシンプルに謝らないでください。いくつになった？今51歳です。一郎だね。一郎だねって。一旦ブレイクします。はい、あいつこんなこと言ってましたリターンズ。はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話したことをチクってもらう企画です。ラジオネームペケミニ、有吉さんむっつりやりちんこと川谷絵音のシャバ像がツイッターでこんなこと言っていました。ZIP 東京の公演をもってインディゴラエンドとゲスの極み乙女は当面の間ライブ活動を自粛いたします。いつも応援してくれているファンの皆さん本当に申し訳ございません。必ず戻ってくるので待っていてください。はあだっせお前必ずケツの吹き方くっそだせえな。中途半端なつらした女を 2,3 人抱いてくれて活動自粛してんじゃねえタコミュージシャンだったらこのタイミングでなサザンオールスターズの女呼んでブギのカバー出すんだよ。口八丁手八丁でベッキーの人生めちゃくちゃにしてよ。サンミュージックの台所火つけてよく知らねえ未成年の三流タレントに酒飲ませてチンコ突っ込んでよ。そんな男が女呼んで揉んで抱いていい気持ち女なんてそんなもんさって歌ったら最高にかっこいいじゃないかよ。声ダメみてえな面してんだから女遊びも芸の肥やしにしろブス。お前ほんとしょうもねえ歌舞伎役者みてえな野郎だな。中村絵音襲名してやっからよ。酒飲んで世田谷警察署の前赤信号無視して謝罪会見で不徳の致すところですね。一点張りしてるバカすごい。あの人自粛するんですか。どれぐらい自粛するんですかね。12月31日持って一応休。ああそうなんでもそこまで活動するってことなんですね。それオールスター感謝祭でやってたんですか。いやオールスター感謝祭では行ってないですけど。ラジオの三平、有吉さんレッドホットダサペッパーこと水木一郎の野郎がオリコンインタビューでアニソン業界の変化について長々と語ってやがりました。最近のアニソンは J-POP との境界がなくなってきた。そういう変化はいい面でもあるんだけど一方ではアニソン愛のない人たちが入ってくることもある。僕は愛と誇りを持ってアニソンを開拓してきたつもりだけどアニソン本来が持っている役割や魅力が失われつつあると感じます。イチローが嫌いだ。あの人を見ていると急に大きい声を出してチンチンを見せてくる近所の変なおじさんを思い出すからイチローが嫌いだ。真顔がおっかなすぎて直視できないし、私服がダサすぎて笑えてくるからイチローが嫌いだ。画集院達也と区別がつかねえからイチローが嫌いだ。アニソンうるせえでも同じ人間のはずだ。だがやっぱりイチローが嫌いだというか生理的に無理だ。もうテレビには出てくれるな、隠居しろってそんな気にならないわ大丈夫、センタービス。有吉さん、スーパーコメディアンピース綾部が先日行われた記者会見でこんなことを言っていました。来年40の年になるということでニューヨークで活動をずっとやっていきたいと思います。解散はしませんが来年3月いっぱいで一旦お休みということです。ビッグになるまで帰ってきません。綾部の熱い意気込みを踏まえ過去に海外留学経験のある芸能人紹介します。星を学ぶ8年間ロサンゼルスに在住、麻薬取締法違反で逮捕小向井美奈子フィリピンに語学留学、覚醒剤取締法違反で逮捕、マキクロード一時期ハワイ在住、傷害容疑で逮捕テレンス・リー大学時代イギリスに留学、公職選挙法違反で逮捕綾部頑張れよ頑張ってほしい。まあこの芸能人とかだと特にそうなのかな。やっぱり日本にいるとなんか誰かから見られてるような意識がやっぱりこう自我をこう保ってるんだけど、海外に行って自分のこと誰も知らないなっていうところに行ったらちょっとなんか羽伸ばしたり気緩んじゃったりするのかねって思うな、うん、多分この人たちがそういう風になったのはちょっと、寂しいね、そんなことじゃ寂しいですね。野内さんもだからダメよ、ボルダー行ってそういうことやっちゃあ、もうそういうコーチトレーニングしに行って、コーチトレーニングしてちゃんとインターバルトレーニングをして体を作って、もっと高いところ、もっと高いところに来て、もっと高いところへってなっちゃダメだよ。危ない危ない。もちろんですね。はい、娘2人も連れてってんだから健全に。はい。ラジオネーム B は乱調にあり、有吉さん、雑種の焼き豚ことを大仁田淳の野郎がまた引退するらしく次のように言ってやがりました。さよならツアーみたいなのやれればなぁと思う。儲け主義と言われても仕方ねえ。まだ電流爆破見たことがない人だってたくさんいるわけだしな。おいみそろ、聞いてるか、お前が目指すものはこれだ大仁田ぐらい引退と復帰繰り返してりゃな、批判に次ぐ批判、炎上に次ぐ炎上、業界からもプロレスファンからも嫌われまくって、それでもなお引退と撤回繰り返せばそのうち誰も何も言わなくなってそれなりに飯の種になるんだよ。お前には大仁田のような図太さが足りないからプスプス炎上くすぶり続けるんだろバカ。だから何でもいいから早く次の CD 出せね。でまた高めのノルマ設定してクリアできなきゃ引退するってぶち上げて、予定通り引退撤回して、それを何回も繰り返せ。とりあえずな、体鍛えて大仁田とリング上がれ。それでな、電流爆破と大仁田の性質浴びろ。それで意気投合して2人でパチンコ屋の営業行って、最終的に我が家の杉山加えた3人でドライブは午後出ろ。いいかお前のゴールそこだぞ、キサラじゃないぞ、忘れるな。優しいやつだねこれ。優しいですかね。優しいのかなこれはね。なってますね。まあバンドの解散とプロレスラーの引退は信用するなっていうね。ああなるほどね。これはやっぱそのビジネスにつながるからね。やっぱ解散引退っていうのはお客さんグッと来るし、また復帰っていうのはいっぱいお客さん来るし、まあそれを繰り返していけばまあ結構な儲けにはなるわね。あんまりでもまあやりすぎると信頼を失うことはあるけどね。だからあんまりそういうのは信用するなとは言うわね。はい。プロ野球選手の引退を信用するななんて言葉はないからね。ないですね。やっぱりなかなか、まあノッチさんのオールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンの引退は信用するなって言われないようにしないと。でも次回からもう言った方がいいんじゃない？これないんじゃなかったら引退しますって自分からですか？言った方がほら商売になる。ちょっと注目されるじゃん。でダメだったら泣いてすいませんもう一回やらせてください。ってやってまた次にこれは今回はこれができなかったら引退しますってまたやってんのが本当に呼ばれなくならないですか？絶対大丈夫ですこれは。本当ですか。やってほしいな。今のまんまのまんまの感じで9位とかが一番嫌だから。はい。俺サイドは。わかりました。俺サイド。いやいや本当にこれが本当に正しい意見だと思って、ちょっとボルダーに行って合宿してきます。一旦ブレイクします。あ、待って、牧野さっきボルダーのことボルドーって言ったから、フランスのワインの産地に行って何をトレーニングしてるんだろう。ちょっとその上で気持ちいい。すいません、一旦ブレイク。あいつこんなこと言ってましたね、リターンズね。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで、有名人が調子ぶっこいて話したことをチェックしてもらう企画です。ラジオの三平、有吉さん、ドスケベ雪だるまこと小野ののかさんが今田はちみつの「おしゃべりジャングル」という番組で MC の今田さんから「どのぐらいのギャラなら AV 出る?」と聞かれてこんなことを言っていました。10億。嘘です。10億でも出ません。有吉さん、いやニコニコまんじゅうファイナンス有吉社長、月額5万円の家賃を滞納している私がこんなことをお願いするのは筋違いかもしれませんが、何も言わずに11億円ほど貸していただけないでしょうか。社長の財力とあの子のマシュマロボディをもってすれば業界初のミリオンセラーも夢ではありません。サンドルプロデュース第1弾小野ののかゲスナー100人組手でっかい花火ぶち上げましょうや。ええんじゃない。でもね、はい、多分もしかしたら、ね、ただ10億払う会社あるかな、おのののかに。この三平以外。ラジオネーム妖怪きなこじいじ。有吉さん、とにかく取れない白豚こと村上春樹の単発日焼け野郎がまたしてもノーベル文学賞を取り逃がしてやがりました。おい白豚、てめえこれ何回目だよ。何回同じ失敗繰り返すんだって聞いてんだバカ野郎。毎年毎年秋口に今年こそはと大騒ぎしては結局取り逃がしてるのね。よく懲りねえな。お前みそのか鬼太か。毎年同じことを繰り返さないでな、少しは改善しろと言いたいところだけどな。俺もいい加減に今年はお前が受賞するんじゃねえかなと思っていろいろ調べたぜ。そしたらお前イギリスのブックメーカーの予想だとグギワ・ジオンゴって人に次いでの2位だったもんな。世界で2番目にノーベル文学賞に近いってことだもんな。それしょうがないよな。今年は1位のグギワ・ジオンゴさんに譲ってよ。来年こそは次点のお前の番だから頑張ろうなって。グギワ・ジオンゴも取ってねえし、ボブ・ディランが受賞する最高にロックな展開になってるし。おい白豚、お前多分ノーベル文学賞一生無理だから諦めろ。で来年は作家のお前がグラミー賞狙え。グラミー賞取ったら流行家並みの文学とか批判してるアンチを一気に見返してやれるぞ。頑張れよ白豚。ちょっと事情を知らない人にね、ちょっと説明しとくね。はい、この番組では村上春樹さんのことを白豚と呼んでおります。しかし村上春樹さんご本人は決して白豚のような外見ではございません。シュッと体を鍛えられてて日焼けもされていて、全く白豚とは真逆のね精悍な容姿をされた方なんですけども、これちょっと私の初期の頃の勘違いで村上龍さん、村上龍さんは白豚ですけどね。ちょっと村上龍さんと村上春樹さんちょっと取り違えてしまいまして、私がそれで村上春樹さんを白豚呼ばわりしているっていうことになっておりますので、ちょっとご容赦ください。わかりました。はい、ラジオネーム三平。有吉さん、最近は主にインスタグラムを頑張っている浜崎あゆみさんの元彼内山マロさんが日本一コメント数が少ない不人気ブログでこんなことを言ってやがりました。ゲスの川谷さんが活動辞職っていうニュース見た。なんで辞職するんだろう。しなくていいのに。アーティストは道徳もんじゃないし、一般人の模範になるために歌ってないだろう。一般人と違うから輝いているのに、どうでもいい一般人がああだこうだ言うからアーティストは生きづらい。はぁあゆと不倫して有名になってすぐ捨てられてホームレスになって、信じがたいほどダセい歌でソロデビューして全然売れなくてタレント業かじって、和歌山県にマロ農園とかいう無農薬栽培の農園作って放置して渋谷区の選挙出て落ちて断食カウンセラーとかいう怪しい資格取って女性向けの AV 出て歌舞伎町でホストになってゴリゴリに浮気して奥さんにバレて別居してるようなどうでもいい一般人がああだこうだほざくなしこって寝ろよく知られたな内山マロのことラジオネーム、ブラザーフットオブスティール有吉さん個人的にぶん殴りたくなる顔面No.1俳優こと野村周平の大根野郎が自身が出演した映画のイベントでこんなことを言ってやがりました。小栗旬妻夫木聡らと共演した今作品の撮影ではビルの11階の高さから宙吊り状態を経験。イベントでは監督に対して昼休みが一日中宙吊りでした、試練かなと耐えましたが監督は有罪です。うるせえわ分かってるって言ってんじゃねえタコゆとりを盾にいつまでおしゃぶりしゃぶってるつもりだおい。映画っていうのは昔から鬼畜な監督と悪名俳優が化学反応ぶちかますもんなんだよ。三船敏郎に向かって本物の矢を放った黒澤明、役作りのために髪の毛を抜いたり歯を削ったりタクシー会社に就職したロバート・デ・ニーロ、許されざる者を演じるには若すぎるという理由で脚本を15年間寝かした後に撮影を始めたクリント・イーストウッド、ジョーカーのヤバさを憑依させるために1ヶ月間ホテルに引きこもったヒース・レジャー、ダイ・ハードで殺人役の俳優を高層ビルから落とすシーンで123のタイミングで落とすと言ったのに1で落としたジョン・マクティアナン監督、分かったかここまでやったらようやく一流って呼ばれるんだよてめえみたいな間抜きは余計なこと言わねえでなバカみたいにインスタやってるわみんなインスタ嫌うなすごいね。ラジオネームおまっとさんでした。有吉さん2016年のノーベル文学賞にアメリカのシンガーソングライターボブ・ディラン氏が選ばれました。選考に当たったスウェーデンアカデミーは、受賞理由として新たな詩的表現を創造したと明かしていました。有吉さん少し早いですがノーベル文学賞受賞おめでとうございます有吉さん以前サンドリで福山雅治の桜坂を新たな詩的表現でリメイクしたしこり坂を発表しましたねおそらく今回はボブと有吉さんの一騎打ちでボブの方がもうちょいで死ぬからお情けで受賞したと思われます。おいマスコミ、来年は白豚信者の春キストども追っかけねえで俺たちゲスな、いやヒロイキストを特集しろ代々木公園でワンカップ片手に通行人のスマホを覗いて受賞の速報を待ってるからちゃんと撮影しに来いああなんだか有吉さんが遠い存在になっちゃったな君でもっとしこりたいじゃないんですよ。しこり坂で取れんのか、じゃあちょっと楽しみだな来年。あげとこう。パン。ラジオネーム三平。有吉さん仮面の忍者赤ハゲことゲッターズ飯田様がツイッターでこんな素晴らしいことをおっしゃっていました。目立ちたいから他人の悪口を言う人。注目されたいから悪意ある言葉を使う人は運を逃がす。悪口を言っていることに気づかないで言葉にしている人は必ず不運や不幸になる。許せない人、嫌いな人、自分を嫌っている人に感謝し、その相手の幸せを願うと幸運を引き寄せられる。ごちゃごちゃうるせえなこいつ悪口にビビりすぎじゃねえかつまり俺の悪口を言うと不幸になるからやめとけっつう脅しだろこれ。ちょっとだこのクソ野郎誰がやめるか。お前に感謝するぐらいならマングリ返しの体勢でしこってセルフ感謝決めとかましたバカおっといけねえ不幸になっちまう変態みたいな仮面をつけて耳障りのいいたわごとでバカを騙し有料占いサイトに誘導し小銭を稼いでいる飯田様が幸せになりますようにこれでよしと。幸運なんかいらねえから家賃よこせあげときますタンブレイク。あいつこんなこと言ってましたリターンズ。はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話してたことをチクってもらう企画です。まあ、この企画に限らずちょっとなんかコーナーがやっぱり全部ベテランコーナーが増えてきまして、ベテランコーナーばっかりですんで、また来年ぐらいはねちょっと一新したりとか、全部なくしてでもいいですけど何でもいい、新しいコーナーに破壊なくして創造なし、橋本真也さんの言葉でございますだからまあ11月ぐらいにちょっとあれしましょうかね、なんかね、あんな企画やりましょうか、こんなことやりましょうかとか、はい、ちょっとリスナーの皆さん、まあはがき職人の皆さんの意見も聞きながらとかね、あれ残せこれもう飽きたとかいろいろ聞きながら、あんまり飽きたとか言うとただただ不機嫌になりますけどね、こちらはものの言い方があるからねラジオネーム三平、有吉さん、ど素人が家の中で異性とくっちゃべってるだけのクソ番組テラスハウスの人気メンバーだった永井理子さんが陰で男性メンバーとキスをしていたことを他のメンバーに暴露され、 YouTube のインタビューでこんなことを言ってやがりました。信じてた人に裏切られるってこういうことなのかなと思っちゃった。誰を信じたらいいかわからなくなっちゃった。でも本当はそう思いたくないんですよね。うるせえクソガキ、誰だてめえラグビー日本代表でありゲスナー代表でもある畠山選手のツイート読んでやるからよく聞いとけこの野郎。以下畠山選手のツイートです。テラスハウス見てキャーキャー言ってるやつらは昔から恋愛で困ったことなんてない、ただのリア充。20歳過ぎても童貞でガチで童貞のまま死ぬか未練タラタラの生き量になるかだったら生き量になるかだった人間から言わせれば、人の恋愛でキャーキャー言ってる暇あるならくせえへこいて寝るわその通りてめえら全員畠山選手の尿袋食って気絶しろこれは臭そうだな畠山選手の尿袋もなかなかのもんでしょう。大きそう大きそうだな、ファイターですからあんまり畠山さん巻き込んでやるなよ。大丈夫ね、もういる。有吉さん、広島黒田博樹投手の引退を発表した10月18日、広島の放送局が夜7時から2時間枠で特別番組を放送。しかし、黒田選手の引退会見はわずか約7分で終了。その後はゲスト出演した野球解説者達川光男氏のトークショー状態となり、インターネット上では話題になってやがりました。2時間取りすぎだろうで、この番組が視聴率 19% って何考えてんだ広島県民すごいですよ、広島さん 40% 超えますからね、もうすごいですね。ラジオネーム三平、有吉さん、A ちゃんになり損ねたレザーゴリラこと高橋ジョージ氏が中村雅也、仁科雅樹と共にバツあり三人衆としてダウンタウンデラックスに出演をし、元奥さんについてこんなことを言ってやがりました。レインボーっていう名前の犬を飼ってたんですけど、犬も一緒に出て行ってしまって、それがある日元嫁さんの SNS を見てたら犬の名前が変わってたんですよ。三つ豆になってました。おいクソジョージ、そのエピソードを別の番組でもドヤ顔で話してたけどよ、まさか鉄板だと思ってんじゃねえだろうな一応言っとくけどクソつまんねえぞネットストーカーじゃあるめえし、別れた嫁さんのブログ覗いてごちゃごちゃ言うなマジで。ちなみに三船が飼ってる犬の名前、三つ豆じゃなくてお豆な一日3回三船のブログ見てる俺が言うんだから間違いねえわ以後気をつけろこのドジ1日3回三船美佳のブログ見るなよペケミに。昨年20歳年下と再婚したクソヒゲラクダことラモス・ルイの尿袋野郎が港区に最近のやつまとめて入れてくるなよクソヒゲラクダことラモス・ルイの尿袋野郎が港区の高級焼肉店で独身の OL と食事をした後、タクシーの中でディープキスをし始め、その一部始終を見ていた女性自身の記者に直撃をされると、慌てながらこんなことを言っていました。キス？いやいやいや、覚えてないよ。ほっぺだよ、ほっぺ。ほっぺにしたと思うよ。口づけは奥さん以外にはやらないよ。僕は奥さんを心から愛してるから不倫なんてありえないよ。言い訳するつもりはないけど、記事の書き方は気をつけてくださいね。僕は奥さんを魂で愛してるんだよ。お前ドーハでもみっともなかったけど港区でもみっともねえな。マジでバブル期のサッカー選手ってクソばっかじゃねえか。年俸どれだけ取ってしょうもねえプレーしてよ。現役時代の自慢話っつったら派手な女遊びばっかでな、ワールドカップ目前でイラクにひっくり返されて、不倫相手とセックス目前で週刊誌にひっくり返されて、お前が言うサッカーの神様が本当にいるならよ、真っ先にお前がバチ当たらなきゃおかしいだろ。今すぐその汚いロン毛引っこ抜いてな、アルシンドになっちゃうよ。あ、木更沢もな。木更沢関係ねえだろ。木更沢関係ねえだろ。あげとこう。パン。ラジオネームダヒ。有吉さん。人のチンチンを見て育つこと、小学校の男子トイレを洋式の個室だけにする動きが進んでいるとのことです。理由は、小便器があると個室に入った時排便だと分かり、同級生にからかわれるからだそうです。バカ野郎、うんこはみんなするもんだ、教えるのが教育だろう。問題から目を背けんじゃねえ。40超えてな、毎週日曜8時アナルアナルって喜んでるうちの有吉さんに恥かかせんじゃねえぞつって私はトイレでクソすんのがやっぱ小学校の時やっぱ嫌だったからね、あれですよ、トイレ行かずに植木のとこでやってました、ね。校庭の中の木が木レンジとかがあるでしょ。はいはい、そういうところでクソしてやりました。逆に目立ちそうですけどね。トイレがやっぱ一番注目されてるから。もうトイレの花子さん状態だから、トイレの和式のところが閉まってたら、大便器の方がドアが閉まってたら、もうみんながもう。砂糖に群がるアリのように集まってきますから、俺は裏書いてね、やっぱりちゃんと記念銃のところでクソしてやるで自分が一番に見つけて「うわこんなところにクソがある!」殺人犯と一緒だよ。インタビューに答えちゃう、インタビューに答えちゃうっていうやつ。あれちょっと速報、ラジオネーム走りグマ福島 FM。 有吉さん速報です。先ほど話題にあったアジーリア・バンクスさん、有吉さんと同じ5月31日生まれです。おお、これは何かの運命でしょうか。やっぱり惹かれ合うんだな。めちゃめちゃ気になったもん、行動が気に入っちゃったんだもん俺。白豚に対する行動がお前ら喉かっきってやるんだよ。アジーリア・バンク、やっぱりそうだ、血が一緒なんだ、やっぱちょっと流れてる。ラジオの匿名、有吉さん、アジーリア・バンクスはラッセル・クロウに差別主義者で女嫌いの豚と言い放ったらしいです。あながち有吉さんのラッセル・クロウへの見解は間違えてないかもですね。ラッセル・クロウってウィッチャーっぽいですよね。まあそうあるけど、ほらすごいよ、ほら反省が。いや俺一緒だわ、俺も言いそうになるもん、やっぱラッセル・クロウに差別主義者で女嫌いの豚がよつって最高じゃんアジーリア・バンクス。本名アゼリア・アマンダ・バンクス、かっこいいな。これ俺と結婚したら有吉アマンダ・バンクスになるの。そんなに違和感ないよね。まあそうですね。アゼリア・アマンダ・バンクスが有吉アマンダ・バンクス、そんなに。いやバンクスが名字じゃねえか。いやいいですよ。アジリアバンクスさん、私もう今大ファンになりました。曲は何にも知らないんですけど最高です。はい、あごめんなさい、さっきの匿名じゃない方、走り熊さんあげときましょう。あいつこんなこと言ってました、戻ります。はい、ラジオネーム美は乱調にあり。有吉さん、横須賀のセルゲイ・ブブカこと窪塚洋介の野郎が都内で行われた映画「沈黙サイレンス」の記者会見に出席をし、巨匠マーティン・スコセッシ監督の映画でハリウッドデビューすることについて次のように語ってやがりました。決まった時はまさに失恋につままれるというかドッキリなんじゃねえかなと思って、撮影を終えて今ここに来てやっと現実なのかもなって感じになってきました。おい窪塚、お前が見てるその現実は全てお前の見ている夢だそして俺は人の夢と現実を行き来するジェイコブス・ラダーの能力者だ。お前は今もまだ病院のベッドの上にいる。お前がダサいジャパンレゲエ音楽やってるのもサージュ・エリカのおっぱい触ったのも全部夢だ。そしてその記者会見でお前の隣にいたのはマーティン・スコセッシではない、マーチンチンシコシコセッシだじゃあまた夢だ。おうアーキャロイいい加減にしよう。ブレイク。